頭。自然歩道、あ、これやな、これ行ってね、なんか奥に行ったらね、行き止まりです、最後は。これ上がっていきましょうか。有楽天の、細かいね、有楽天のがね、ここにお前されたかどうか書いてあるけど、あ、ここやね、亀石は。亀石反対側でございます。え、鳥居がなかったっけ、ここ確か鳥居がなかった、あ、見えた。鳥居がありますね、あそこにね。はい、鳥居。これはすごいよ、この金庫、これ。これはすごいよ、これ。樹齢650年。いやー、まだ穴が開いてしまってんね。ありがとうございます。ちょっと鳥よく振ってみましょうか。はい、失礼します。一言稲荷、これね、一言稲荷神社というたが聖火なんかね。みんな一元さんって言わはんだけどね、一門さんとかね。ああ、綺麗やね、これ、こんな並びね。山戸たけるの見ることで、俺、ほら、これは、この人は。そうじゃないんかね。かっこいいね。はい、失礼します。あれ、これ、松田、ないんかね。天満社。住吉社。ああ、なるほどね。八幡社。わしはよう分からへんねんけど、神社に来るといろんなやつ祀ってあんねんけどね。ねえ、いっぱい祀ってあんねんわ。違うか。ここもやっぱ有楽天のって書いてあるね。古事記に書いてあったっちゅうこと？木もすごいな、あれ。社殿が上にあんねや、あれ白だよね。あの上にね。失礼しました。何でいらっしゃるんね。これですよ、これ。これがすごいに、ね、人気の。百度石の向こうでございますけどね。いやこれ奥の方やからね、ずっと上やで、これ。イチョウの木。今にも倒れるばかりの感じなんだけどね。樹齢が1200年。おお、すごいぞ。元気な子供ぐらい生まれますと言うて、はいはい。すごいぞ、これ。これ輪郭分からへんね。右がね、どこなんだろう、半分なんていうのかな、上の方がこんな状況が。草も生えてるし、ね、上は。すごいことですね。なんかないと思うけど、何じゃないでね。
変えるか。一国天神社社務所。これ雪が見えねえな、そうね。わからなんだ、ついに。なんか音がすんねんけど。これ、紙のさ、芭蕉さんの句をやってる。もうね、ちょっとね、苔いっぱいでわからへんな。なんか上石どこ？上石はない。あ、これ上石かね。はい。すごい音がしてるんだけど、はい。あ、上からね、水が落としてる。この音やったのかね。話しちゃったけど、あ、すごいなあれは。